二つ折りの色紙と色画用紙を使って飛び出す桜のメッセージカードを作ってみました。飛び出す仕組みは2種類。一つは四角い筒を組み合わせて飛び出させる仕組み。桜の花の方は7枚の花を組み合わせて作っています。作り方は近日公開予定ですが、桜の花の作り方は別の動画がありますので、そちらの方を参考になさってください。